今日の宿泊税検討委員会に示された素案によりますと、市独自の宿泊税は市内のホテルや旅館などを対象に一人当たり一律一泊100円を徴収します。例年の宿泊者数から計算すると年およそ5000万円を確保できる見込みで、主に観光拠点の整備や充実などに充てるとしています。一方、市町村が独自で宿泊税を導入した場合、県の宿泊税の素案では市町村独自で課税し、県の宿泊税に上乗せする形となることに対し、委員からは県と市がそれぞれ課税するのは難しいなどといった意見が出ました。会議後に千葉テレの取材に応じた関谷昇委員長は次のように述べました。市として何ができるのか、広域的に何ができるのか、県として何をすべきなのかっていう、それぞれの、レベル間での議論、っていうこと、あるいは役割というものがあると思いますので、今後、県といろいろ意見交換をしていく、あるいは県にいろんな、意見をこう申し上げていくという中でも、そうした役割の違いっていうものをクリアにしながら、その中でこの税の導入っていうものをどういうふうに考えていくのか、これを詰めていく必要があるのかというふうに思います。